子さまは東京渋谷の総合児童センター子どもの城に週2回通い、友達と一緒に音楽や踊りなどを学んでこられました。愛犬ピッピとマリを連れて赤坂御用地を散歩される皇太子ご一家です。それに4歳になった愛子さまは4月から学習院幼稚園に通われます。帰りには先輩の園児から手渡されたお土産のひなあられの入った紙のかごを大切に持たれていました。愛子さまの健やかなご成長が雅子さまの元気の源になっているのでしょう。雅子さまが体調を崩されてから2年4ヶ月医師団もその回復ぶりを認めており、公務に本格復帰される日も近いのではないでしょうか。この冬、皇太子ご一家は豪雪の被害に配慮してスキーへはおいでになりません。正午過ぎ、東宮御所から雅子さま、愛子さまのお見送りを受けてメキシコに向けて出発されました、はい、今回は雅子さまの体調を考えてお一人でのご出発です。雅子さまと愛子さまが笑顔で出迎えられました。皇太子ご一家は去年の10月にも葉山御用邸で両陛下とご一緒に過ごされています。2匹の犬の絵の刺繍が入ったショルダーバッグ、手には犬や蝶をあしらったカバンが、どちらも雅子さまの手作りです。卒業生が参加するオール学習院の集いのイベントの一つで、幼稚園の授業の一環でもあります。学習院幼稚園に入園したばかりの愛子さまは制服姿でご出席。2階の客席から身を乗り出すようにしてステージを見ていらっしゃいました。雅子さまは毎日楽しく幼稚園に通っております様子を心から嬉しく思っておりますと述べられています。で楽しいひとときを過ごされました。皇太子さまはそんな愛子さまのご成長ぶりについて次のように話されました。4月3日まで滞在されました。ご一家でのご静養は今年3月の神奈川県葉山御用邸以来でした。多くの人が出迎えた那須塩原駅前で愛子さまは少しはにかんでいらっしゃいました。隣のショップでランチボックスやマグカップ、ぬいぐるみなどカゴいっぱいになるまで買い物を楽しまれた愛子さま。お金の支払いを初めて体験した愛子さまは熊のコースターと小さなポットも購入。今度は5000円札で支払った。プライベートでの海外でのご静養、そこには雅子さまの病状回復に大きな期待がかけられているという。8月31日まで2週間首都アムステルダム郊外のアペルドールン市にあるオランダ王室の離宮に滞在されます。今回のご訪問はベアトリックス女王の招待を受けられたもので、雅子さまの治療も兼ねています。皇太子ご一家が海外で静養されるのは初めてで、愛子さまにとって初の海外ご訪問となりました。スケジュールは前もって決まっておらず、皇太子ご一家は静かな環境の中でゆったりとした時間を過ごされました。愛子さまはお城の庭で昆虫観察やフラフープなどを楽しまれました。もう愛子さまも4歳ですが大相撲が大好きでいらっしゃるということで、力士の名前も例えば朝青龍、秋典戦があって、その時に皇太子様がその話を、愛子様に向けますと、その地位を何に もお話ししてないのに小結び同士ですねとお答えになったそうですから、大変な興味をお持ちのようです。紀子様と新しく誕生されたプリンスをお見舞いされました。
皇太子ご夫妻は愛子さまと手をつないで病室に向かい、先においでになっていた秋篠宮さま、佳子さまとおよそ20分過ごされました。皇太子さまは南太平洋にあるトンガ王国へ向けてお住まいの東宮御所では、雅子さまと愛子さまが玄関で見送られました。雅子さまの母方の祖父で元窒素会長の江頭豊さんを弔問されました。風を引いて2日前まで休んでいた愛子さまですが、この日は元気な姿でかけっこや玉入れなどに出場。男の子とペアを組んだ大玉転がしでは勢い余って大玉が応援席の皇太子様のところへ。東京新宿区の学習院初等科の運動会をご見学。先月には一般の七五三にあたるチャックの儀に臨まれ、可愛らしい袴姿を初めて披露。すっかりお姉さまらしくなられた愛子さま。最近では自転車に乗る練習も始め、赤坂御用地内を補助輪をつけて乗られているといいます。そして最近ピンクのスモックに紺色のリュックサック、クリーム色の水筒。この日動物園の見学は保護者の付き添いはなく園児だけ。愛子さまは雅子さまのお見送りを受け、元気よく園内に向かわれました。愛子さまのご様子、ポニーの動きに少し後ずさりしながらも最後にはにっこり笑顔を見せています。こちらは白いポニーに乗って大変嬉しそうな愛子さま。乗馬用のヘルメットがよくお似合いです。最近ではぬいぐるみを相手にお世話ごっこをよくされており、昔話の紙芝居で覚えた拙者やわらわなどの言葉を会話の中で使われることがあるといいます。